日本代表の最近の戦績を見た。サウジファンの反応がこちら。日本代表が次に対戦するサウジアラビア代表。サウジサッカーファンの SNS では、直近の日本代表の戦績を紹介するものが何名か現れている。日本代表の成績とともに、彼らが紹介しているものがこちら。サウジファンも日本代表の戦績には驚いているようだ。日本代表の戦績を見たサウジサッカーファンの反応がこちら。インドネシアと引き分け、中国に新勝したチームが日本戦で勝利できるだろうか。神よ、助けてください。彼らとプレイするのは無意味だ。私たちは丸裸にされてしまう。正直勝てる気がしないよ。ハヤブサが嫌がらせを受けてしまうかを、サウジ代表の愛称がハヤブサ。神が私たちを守ってくださいますように。日本は中国、バーレーン、そして大陸の残りの部分も支配することでしょう。来月そんな彼らが待ち受けている。彼らは2試合で12ゴールを決めている。君たちはそんな国と試合したいのか。皆さん、引き分けでいいんです。神もそう言っています。神様に誓って、日本戦は難しくて大変なことだ。もしマンチーニが日本に勝てば、彼が続けてくれることを願っている。神のご意志なら、サウジアラビアが勝つだろう。日本にとって歴史的なことになるだろう。日本は強いチームです。残念ながら今の我々のレベルでは、負けると思います。試合に関しては嫌な予感しかしない。日本が2-0で勝つと、予想します。狼よ、あなたは最も慈悲深く、許すのが大好きです。だから私たちを許してください。日本代表の試合を見たが、日本は最小限の力で、3-0で勝つことでしょう。私たちは日本よりも、マンチーニと代表チームを、恐れていると誓います。